東京予報士田中さんですはいお願いします台風19号は今朝温帯低気圧に変わりまして、はい、関東では朝から台風一過の青空が広がりましたまあ、ご覧の通り各地ほぼ快晴の天気ということで澄んだ青空、えー、まあこれだけ快晴の天気というのは実は半月ぶりなんですよねあ<ー>まあ中でも東京スカイツリーからの南西側の様子 ちょっとこれ真ん中あたりポコッとで見えてるの。これ富士山なんですね。はい、ああ、そうなんですね。それだけ空気が今日済んでいたということなんです。はい。まあ台風が運んできた暖かい空気で気温の方も上がりまして、東京では4日ぶりの夏日。またまた神奈川県内では30度近くまで上がったところもあったんですね。ね<ー>そして現在の東京スカイツリーからの様子を見ていきますとこんな感じです。もう真っ暗ですね。そうですね。 まあこの時期はやはり夏と違って日が沈むのも早くなって気温の方もスーッと下がってくるんですね、はい、まあ特に今夜から明日の朝は一気に気温が下がりそうなんですそのあたり気温の予想を見ていきましょうまずは東京からなんですが東京今日は日中夏日となりましたこれが明日の朝何度まで下がるかと言いますとこの辺17度ということで温度差は10度です はい。で、宇都宮はもっと下がるんですこちらも日中は夏日だったんですが明日の朝はぐっと下がって10度これこの秋一番の冷え込みです、はい、まあ温度差でいきますと16度ということでまあ、明日も朝晩と昼の温度差かなり大きくなりますので体調の管理には気をつけていただきたいですでは明日の天気詳しく見ていきます 南部では午前中日差しが出ますが、お昼ぐらいからはどんよりと曇ってきます。勝浦では昼過ぎから雨、横浜や千葉でも夕方にはポツポツ降り出し、夜は各地で雨となりそうです。北部は朝からよく晴れて、気温は10度近くまで冷え込みそうです。晴れの天気はお昼過ぎまでで、夜になると雨が降り出してきそうです。 ただ降り方は弱く折りたたみの傘でも大丈夫です。濡らさないための洗濯物情報です。明日午前中は洗濯日和となりそうですが、午後は曇って夕方には崩れます。ということで、仕事で帰りの遅い方は室内干しがいいでしょう。私も家の中に干します。では明日の天気の崩れどうなるのか雨予想でちょっと見ていきましょう。はい。 明日お昼ぐらいから南に海上からもやもやっと雨雲が湧いて出てくるんですねでこれが明日の夕方暴走半島をすっぽり覆う形となりますでこれ時間を進めて見ていきますと7時そして8時ということでだんだん北の方に拡大していきます、はい、ということで東京都心 明日のこの時間はもうすに雨が降ってる予想なんです。やっぱり傘が必要になりますね。そうですね。明日は雨具は用意しておいた方がいいと思います。はい、で、今回の雨ですが、あまり長続きはせず、明後日朝には止んできそうですよ。